まあ、あの展望をするということで、一応あの優勝どこか、まあ、これ優勝なんてなかなか分からないですけど、推しチームはそれぞれどこかっていうのを教えていただきたいなと思ってますが、福本さん、はい、それはフランスですよねフランスだったらいいなとは思うけど、でも、はい、この先月の欧州チャンピオンズカップのアイルランドの,あのレンスターの強さが多い。<laughs> 見てしまったので、いやロランドはもしかしたら行くのかなとかも思ったりもしますね。うんうん、とは言っても福本さんは、はい、い買ってほしい、そうですね、買ってほしいなとは思いますけどね。はい、はい、フランスを押してもらっていいですか？うん、あわかりました。フランス押す。みません,すみませんごめんなさい。<laughs> やっぱり2023優勝するために。うん。 成功体験が必要だとスタッフは考えてると思うんですよね。で今まで2年続けて2位で終わってる、うん、オータムネーションズカップも2位で終わってる、全て2位で終わってしまってるんですよ。うん、確かに11月にオールブラックスに40対15っていう大差で勝ったのは目に見える自信につながると思うんですけど、うんはい、ただ大会ですね。この2ヶ月続く大会を通して、 勝ったったてていう経験をまだしてないのでその辺の精神力の弱さを鍛えるために今回合宿でその外人部隊っていうところで刺激を与えてるんじゃないかなと自分の身を挺してでも国のために戦うっていうそういう兵士の姿を身近で見せたかったんじゃないかなって思うんですけどね。うん、どうですかか見ていてい魅力、まあね、アントアン・トワポンとか あの、すごくもう、今世界でもトップクラスっていうか、最も注目されてる選手とかがいますけど。はい。本にこう、福本さんの見て、えー、こういう。ところが、このチームの魅力なのよっていうのは、どの辺ですか。その、確かに、リュポンっていうスター選手がね、うん、あの、まあ、世界の最優秀選手っていう。そういうタレントがいるんですけど。うん、このチーム、どこを、誰を取っても。なんだろう。なんか、こう、勝てるチームを作ろうとしている。均一な。 誰がチームの中では誰がスターとかそういうのがなくって誰もがちゃんとその仕事をする、うん、もう本当に全員が4 0人いたら40人とも全員が仲良しっていうのがすごく伝わってくるんですね、うん、それが今回の,あの今の代のフランス代表の魅力かなって思うんですよねうん、うん、なのでその確かにデュポンはすごいんですけどでもデュポンね実は、うん 12月の8日の,、うん、あのチャンピオンズカップのカーディフ戦のあと、邪をひいたりとか、すごく発熱してそのがあの、そのウイルス、コロナじゃないウイルスなんですけどね、うん、ウイルスに感染して、あの高熱が続いてで、右膝を2018年に手術してるんですよね、人体で。そこにあのウイルスが回って、膝がとても痛くなった、膝の痛みが激しい痛みを訴えるようになって。 ででその治療もしないといけないでその治療から回復したと思ったら今度コロナに感染しちゃって1ヶ月以上ぶりに先週この,この週末ですね試合をしたんですよね、うん、でやっぱり感覚は戻ってないしあのいつも冷静なポーカーフェイスの彼がイラついてる,してる場面もあったので、まあ、この1週間で 代表のスタッフが、どれだけ彼を回復させるかっていうのも注目してますね。詳しいですね。彼は我が子のように見守ってるので。そのカーテンあげる、開けるとこエッフェル塔見えてる。普通天閣。普通天閣でもいいですけど。<laughs> 竹花さんは、まあもちろんね、イングランドが優勝した方が、エディも優しくなるから。いいんでしょうけど。え、どこがこう。 うまくいこ、まあ、冷静に考えたらフランスが勝ちそうな気がしますけど <laughs> <laughs> でもねイングランドだって南アフリカに勝ったでしょあはいはいそうですねなんかでも多くの選手を抱えてるからかもしれないですけどもなんかコロナの陽性とか怪我とか<ー>いっつもそんな話ばっかりで今回もまたそ,そんな感じで待たでかつ ファレルがいないっていうのが実は結構大きいんじゃないかなというところでなんかあの毎年なんかここ数年はポロッと取りこぼししてますけどひょっとしたら今年もまた多分アイルランドあたりでこうコロッろっと取りこぼししちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどねまあ個人的にはフランスが勝って2位争いが団子になって団子の中をアイルランドが抜けるんじゃないかなっていうふに思ってますね、はい。うん ね、フランスとアイルランド、この直接対決は、えー、第二節ですね。これは一体、どっちが勝ちそうですかね。まあ、勝ちそうっていうか、こんなの、まあね、予想はつかないので、どういう展開になりそうでしょうか。福本さん、どう思います？<laughs> 私、そう、あの、おそらく、このアイルランド戦を、まあ、最初の山田と捉えているはずなんですね。うん、ここで絶対勝たないと、その後の。 まあ、スコットランド、ウェールズのアウェーになってしまうので、またさらにハードル高くなるというので、ここにフォーカスはしていると思います。うん、去年もアイルランドには勝ってるんですよね。去年アイルランドに あのじゃあアイルランドはフランスに負けてからでも全勝だ,だからやっぱりあの気をつけないといけないうちが有利ということはないということをスタッフはあのフランス代表のスタッフは繰り返し繰り返し言ってますねでそれを真似するように選手たちも言ってますね、うん、はい竹原さんはどう見ますかそうですねフランスが好調なのはまあみんな分かっているので,、うん、でかつオープン 攻撃が主流になるような試合展開になると、ちょっとアイルランドは危なくなってしまうので、らくアイルランドは試合の展開を遅くするための、こう、力でに持っていくような戦術を取るんじゃないかと思いますけど、うんうん、まあ、それがうまくいって、こう、フランスをこうイライラさせられれば、アイルランドにもチャンスがあるかなというふうに思いますけど、やっぱりフランスの方がちょっと一枚上手なようになえます。ねねねねにししても、ね、楽しみです、ね、これ、ね 接戦になりますもんね、間違いなくてね。そうですね。すうん、はい、うん。アイルランドは、まあさっきねあの、すごくうまくいってる、強化が常にうまくいってるっていうことがありましたけど、今大会に関して、えー、どの辺の選手が活躍しそうとか、えー、この辺が充実してるとか、まあ日本を一周してね、えー、オールブラックスにも勝って、すごく充実してますけど、改めてどの辺が強い、この辺の選手、注目だよっていうのを教えてもらっていいですか 注目はですね、あの、ジョニー・セクストンのサブとされてる、スタンドオフの2番手、ジョイ・カーベリーっていうかけども、はいうん、彼はもうずっと前からその、セクストンの後継者として、うん、アイルランドラグビーのゴールデンボーイとして育てられてきたんですけども、うんうん、すごい細身のテクニシャンタイプで、いつ、怪我ばっかりしてるんです、ね、そうですよね。怪我多いですよね。うん、で、今回も怪我で、Six Nations 間に合うか間に合わないかって言ってたところで、れでまあ、なんとかギリギリ間に合っ っってていうのが朗報になってですね、うん、でかつ、今、アイルランドラグビー界でよく言われているのが、ジョニー・セクストがあまりにも大黒柱として活躍しすぎて、2>, うん、2番手のスタンドオフとの差が全然縮まってないじゃないかっていう、うんはい、そうは言っても、あのセクストももう36歳なので、多分、うん、あのど,どっかで怪我するとか、ちょっと軽い負傷で、ちょっとこの試合は出せないとか。うんうん 後半ちょっと引き込めた方がいいなっていうような場面っていうのは出てきそうな気がするんで、うん、そこでこジョイ・カーベリーともう一つあもう一人のジャック・カーティーっていう若手のフライヤーさンドもいますけど二、はい、人ともちょっとセクストンよりだいぶ下だって言われてるんですけど、はい、そろそろここでもうセクストンからあのポジションを奪うぐらいの活躍を見せてくれればっていうのが多分みんなアイルランドのラグビー界みんな思ってるところなんでしょう、ねうん、そういう期待を背負ってこの若者たちがどれぐらい どれぐらいのパフォーマンスを見せてくれるかっていうのがワールドカップを考えればね、もうその辺が伸びてもらわないと、23年は大変ですもんね。そうですねで結構、アイルランドには、まあ、セクストンと、あともう一人、ベテランでいうとあの、シアン・ヒーリーっていうトップ、34歳で112キャップっていう、こういうあの大黒柱的な選手がまだいるんですけども。うんうん やっぱり、まあ、あのもっと若手がこう長年やってる大黒柱からキャップポジションを奪うぐらいのエネルギーがないと、まあ、2年後のワールドカップではまた,またいつもと同じベスト8止まりとかになっちゃいそうなのでアイルランドでもいいですし他のチームでもいいですし、はい、この大会、私この選手注目してんだっていうのは誰かいますあ あと、イングランドのフルバックの、あの、フレディー・スチュワートっていう、秋の代表戦でデビューしたなんか2メートル近くある、巨大フルバックで、まだ確か21とか,か、それぐらいであの抜擢されて事実上大活躍してるので、エディーにもかなり信頼を受けているので、注目選手の一人です。エディ,ーエディーね、若い選手好きですもんね。 そうですね,ねで。身体能力が高い選手が好きみたいなの、うん、要するにだから背が高い、めちゃくちゃ背が高いとか、めちゃくちゃ足が速いとか、うん、そういう選手を重、まあ、用する傾向があるんで、エディ監督は。うん、多分この辺はあはワールドカップに向けてこれから着実にあの経験を積んで,で、今までフルバックをやってた選手たちっていうのは、フェードアウトしていっちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。うんうん、福本さんはおすすめ、はい、私の推し。推し 今大会ですね、オールブラックス戦でも活躍してたフランカーのカメロン・ウォキーですね。まだ、えー、と23歳かな ?23 歳で11キャップですね。だけなんですけど、そのトップ14のボルドーでの試合を見てても安定してるし、この1年で体も大きくなったし、オールブラックス戦では本当はフランカーなのにわざわざロックにおいてでも ゲームに出したたかったスタッフがゲームに出したかったぐらいの、うん、それぐらいスタッフの信用を勝ち取ってるんですよね。うん、なので、まあ、この大会も彼が活躍してくれるかなって思ってるのとあと、うん、あのウイングのダミアン・プノーですね。彼ねあの長く代表若いけど長くいるんだけど、うん、ちょっと、まあ、2019のワールドカップあたりから伸び悩んでたかなっていうのがあったんですが、うん、今年ですね、まあ 久しぶりにクレルモンでセンターをプレーすることがあって、うん、そうするとボールを触る回数がどんどんウイングよりも増えるでしょう。うんうん、じゃあ やっっぱり相手ににたら脅威になるんですよ、うんうん、その辺から彼も感覚がだろうなんかどん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 良くなってきたもともとトライの嗅覚もとても優れた選手だし身体能力もあるので彼が、ねうん、あの相手のディフェンスを突破するところがたくさん見れるんじゃないかなって楽しみにしています。うん 僕はあのジャミネが好きなんですけどジャ,ミネジャミネは、はい、ジャミネはもう本当に鉄板の15番になるだろうとうその前のねあの一番初めガルチエ再生になってから、うん、ブチエっていう2ブリーグから、うん、切った選手がイングランド戦初戦ですごいタッチキック、うん、5 0ル以上のタッチキックであのものすごく注目を浴びてでもそこにブリッシ・ュ・ジュランがまた戻ってきてベテランのね 31歳の、うんはい。で、それを押しのけるぐらいジャミネってやっぱりインパクト強いんですよね。うん、もちろんハイボールとかそのプレーなんかは、ジョランの方がが安定してるって言われてるんですけど、うん、ジャミネ、プレスキックが決まりますもんね。うん、ジャミネってトゥーロンの子で、彼が子供の頃にトゥーロンにウィルキンソンがいたんですよ。 で<ー>ウィルキンソンに憧れて、うん、毎日お父さんにボールを拾ってもらいながらずっとプレースキックを練習してたんですって、うん、そうカーテン開けてもらっていいですかそこないトゥ,トゥロンかもしれないですね <laughs> <laughs> すごいそうなんかそう、うん、そういうのもねあってまああの 一分初めトロのジュニアには入れてもらえなくてね、諦めようと思ったけど、うん、ちゃんと見てくれる人がいて、うん、まあ今の場所にいるっていうのがね、うん、まあフランスラグビーにとっても、彼にとっても幸せなことでよかったなとは思いますね。はい、ありがとうございます、はいね。いろんなお話を聞けて、もうあっという間に時間過ぎてきますね。そうですね。早い。早い。他に何かこう、大会の楽しみ、お二方ありますかこういうところ。 楽しみたいいんだよなっていうの,、うん、あのイ,イングランドってこのコロナ規制が非常に緩くて、です、うん、トゥイッケナムの試合はおそらく8万人超えの超満員で、みんなこうマスクもせずに、たぶ、うん、なんーータそうですよ、ね、したらテレビであの大騒ぎするあのトゥイッケナムのなんだもうコロナ前と変わらないような状況がすでにあのイングランドでは復活しているので。 その辺、テレビででも、その興奮が見れたらいいんじゃないかと、おすすめですね。ね福本さんは何かこの辺楽しみたいっていうのありますかそうですね、フランスもあのスタジアムの定員がなくなったので、観客数の規制がなくなったので、うん、スタッドフランスですね、あのイタリア以外、だからアイルランド戦とイングランド戦ですね、それはもう8万人。うん の観客が期待されておりまして、うん、もう売れているということですねでもフランスはまだマスクは一応しないといけないことになっているので、うんうん 多分外す人いいっぱい出てくると思うんですけど <laughs> <laughs> でもあのファンの盛り上がりオールブラックス戦の後何がすごかったかって試合が終わってもファンが帰らなかったんですよねみんなその興奮に酔いしれてそのままこうみ,んなあのみんなでその勝利を祝ったっていうのがあったのでその雰囲気を空気をですねまあ最初 あのイタリアそしてアイルランドに勝ってですねまた引き続きエネルギーにチームのエネルギーにしてもらえたらいいなとは思いますねありがとうございますいろんな楽しみ方ができそうであのなんか若くしてきましたでシックスネーションズは、えー、ワウワウで全15試合の模様を実況解説付きで独占放送ライブ配信しますのでこう今の話を参考に、えー、皆さんで楽しみましょう ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。